端的に言って幸せすぎる。グラス片手にうっとり顔の写真とともに、国際政治学者の三浦龍麗氏42が自身のツイッターにそう投稿したのは昨年10月。当時はもう夫は詐欺まがいの投資トラブルで当局にマークされていた。この金は19年6月、兵庫県福崎町にメガソーラーを建てる名目で都内の投資会社から出資を受けた10億円の一部と見られます。実は出資を持ちかけた時点で建設計画は頓挫。それに気づいた投資会社は21年頃には警察に相談し、後に詐欺容疑で告訴していた。特捜部は当事者間の資金のやり取りの複雑さなどから、まずは横領による立件に切り替えたようです。検察事情通。筋丸からも金を引っ張り、ただトライベイは筋丸の相手からも金を引っ張っていたようで、18年には太陽光発電を展開していた JC サービスから計7億円を調達。直後に同社はネットファンドを通じた資金集めの虚偽説明が発覚し、個人投資家に集団訴訟を起こされた挙句、150億円超の負債を抱え21年に破産しました。太陽光事業関係者。幸せすぎる、セレブ三昧は身の丈に合わない、虚飾まみれだったのか。